皆さんこんにちは、ビーレジェンド上野です。ビーレジェンド上野です。上野さんって腕むっちゃ太いじゃないですか。ああ、ありがとうございます。僕と比べると僕の腕2本分3本分ぐらいあるじゃないですか。それはないですけどね、ぐらい太いんですけど、はい、まあ、僕自分の中でやっぱ腕は細いなって思ってるんですよね。上野さんってこうその太い腕作るのにどんなトレーニングされてるのかなっていうのがすごく気になります。あ、腕でいうと、はい、まあダンベルでだけで、はい、結構太くしようと思えば太くできる部位なのかなと思います。いろいろなアプローチはあると思うんですけど、はい、まあ、やっぱりその筋肥大っていうところに対して適正な重量と回数がしっかり乗ってれば大きくなるのかなと思うんですね、はいはい、そのどういう形であれなんですけど、腕ってなんかちょっと高回数でやりたくなりません？まあ、それは分からなくもないですね、はい、公開数もいいんでしょうけどね、はい、ある意味ではいいんでしょうけど、はい、やっぱりその筋肉を大きくしていくっていうことに対してだと、はい、やっぱりある程度の重さをかけてあげる必要はあるのかなと。やっぱり私自身も体感があって、まあ、いろいろな種目で、はい、まあ、一時期は本当に20レップかそれ以上腕でやってたこともあったんですけど、はいはいはい、その時よりもある程度もう、まあ、6から10レップくらいしかできない重さに変えた方が太くなったかなっていうところの感覚は正直あります。なるほど、はい、私の場合ジムで、はい、ジム行くのが好きなのでジムでトレーニングしてるんですけど、まあ、例えばご自宅でダンベルがあるような、はい、はいはいはい、お持ちの方であったら、まあ、腕くらいであればやり方次第でダンベルで全然いけるのかなというふうに感じてますね。なるほど、重量を扱わないとやっぱりいけないですね。そうですね、多少の、はい、多少どころかやっぱり重量を扱うトレーニングありきだと思います。なるほど、はい、公開数はまあ本当に時間がないのでやんなくていいくらい。あ、ちなみになんですけど、ダンベルで鍛えるんやったらおすすめする種目っていうのはやっぱりあるですか？腕というところで、はい、まあ、上腕二頭筋、三頭筋があると思うんですけど、はい、まあ、腕を太くっていうところで言うなら、はい、重要視すべきは三頭筋の方。三頭筋、あ、そうか、はい、そっちの方が大きいんですよね。もともとやっぱりその体積で比べると三頭の方が大きいので、そっちを伸ばしていくのが太いっていうのもありますし、はい、二頭を強調して太くするためには肘を曲げなきゃいけないんですよね、はい、肘を曲げて生活って一日内でどれくらいしてるかって話じゃないですか。だからずっとこうやって生活をしてれば、はい、それは二頭筋によるその腕の太さも演出できるでしょうけど、はい、だいたいこう下ろしてる、そうですね、ですの、そうなってくると下ろす時はやっぱり三頭筋の方が収縮してる、三頭筋を鍛えた方がいいかな。で、まあ、仮に今回の場合その、はい、自宅でっていうと仮定するのであれば、はい、自宅で多分20キロ30キロのダンベルを持ってる人って割と限られてる。なかなかそうですね、いないですね、うん、だからなるべく軽いもので効かせるっていうところで言うならば、はい、やっておくべきおすすめなのはキックバックです。あ、はい、こうやってそうです、こうやって体に対して肘が後ろの方に来ます、はい、でここで後ろの方でこう曲げ伸ばしする動作、はいはいはい、上腕三頭筋の特に収縮の局面が、はい、に重さが強くかかる種目です。これは、本当にもうジムでトレーニングをしているような方であっても、はい、ちゃんとやるのであれば、はい、重い重さは使えないと思う。いや、そうですよね、これ、うん、だから軽い重さでも十分オールアウトができるのかなと思います。なるほど、プラスアルファで先ほど、はい、ある程度の重さを持つべき、はい、重量を扱うべきっていう話をさせてもらった中で言うと、はい、ダンベルっていうキーワードからちょっと広げて、はい、家トレとか、はいはい、そういうところで言うならば、ナローグリップのプッシュアップなんか、はい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 、めちゃめちゃいいと思う。もう自重でやるみたいな。あ、そうですそうです。自重で、まあ、軽かったら誰かに乗っかってもらうのもありだし、はい、それでやっていくと本当にもうなるべく胸だったり肩の作用を使わない、肘の曲げ伸ばしに集中をしたりとか、そう締めて行われるって、そうですね。いうところは結構これも丁寧にやるときついので、はい、これはおすすめかな。まあなんかこれはちょっと設備を選ぶんですけど、はい、ディップスなんかめちゃめちゃいいですよ。まあ2本バーがあって、はいはいはい、でそこに対してこう、これも自重のトレーニングなんですけど、まあ、ダンベルっていうところではないんですが、そういうところはおすすめ。
なるほど、うん、まあ、ディップスやったらでも家にちょっと危ないかもしれないですけど椅子2つあったらできないこともないですよね。あ、気をつけてください。バーガーっていうのディップスよりも、まあ、ベンチにこう後ろに手をついて行うディップスとか、はいはいはい、強度はちょっと下がるんですけど、それもかなり刺激としてはいいので、こうそういうのもありかなと思います。今はじゃあ結構三頭筋をいろいろ種目を言ってもらったんですけど、僕結構二頭筋めっちゃ聞きたいなと思うんですよね。ああ、二頭筋ね、はい、ちょっとちっちゃいっておっしゃってたんですけど、はいはい、まあでもこう曲げた時のこのなんかピークっていうのはすごいかっこいいものだと思うんで、うん、ぜひちょっと上野さんの、やっぱり本来ならばある程度重たいダンベルだったり、はい、バーベルだったりで、まあ、立った状態でのアンカール、はい、これで重さをこう追求していくっていうのは一つやってることではあるんですけど、そうならない場合、はい、重さに結構その制限があるような場合だと、はい、これもまあ位置とかを意識してですね、はい、もうベンチ台とかがあるのであればインクラインのダンベルカールのようなものだったり、はい、あとは膝につけてのコンセントレーションカールとか、はい、こういうところがやりやすいのかな思います。で結構これも小指から上げるようにねじるように上げるかどうかっていうところを意識するだけでも収縮の仕方が全然違うかなと思うので、はい、軽い重さで効かせるなら、まあ、こういう動きを入れてあげると一ついいのかなと思います。うん、多少やっぱり重量が必要になってくるとね、そうですね、うん、ただこれは重量がある環境であればっていうことです、まあ、ないものは仕方ないです。ライフは仕方ないから、はい、100回200回やるしかないと思います、はい、まあ、肘の曲げ伸ばしっていうシンプルな動きなので、他の筋肉が実は連動しやすいというか、はい、この肘の曲げ伸ばし以外の動作でダンベルを上げることもできちゃうわけですよ ね、 そ、 うですね、そこをいかに肘の曲げ伸ばしだけで動かすかっていうところ、そこをまあ追求してあげると軽い重さでも効かせやすいのかなと思います。なるほど。ちなみに上野さん、ダンベル何キロ持てるんですか？どの種目で話ですか？アームカールです。アームカールでダンベルはあんまやらないですね。今20くらいでは多分セットは組めると思うんですけど。セットですか？はい。ソメラさんはダンベル何キロ持てるんですか？僕、いや、ダンベル何キロ持てるの？何の種目ですか？何でもいいっすか？答えてください。多分35キロぐらいまででしょうね。おー、はい、かっこいい。はい、はい、というわけで今日の動画は以上となります。はい、今回の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もしてもらいたいですね。はい、ぜひまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。